はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。おはようございますやね。ナイトエイギングみたいなんですけど、うん、今日は朝まずめですね、うん、ちょっとまだ真っ暗です、うん、今回ですね、ゲストさんの方がいらしてます、うん、前回の動画にコメントをくれた方なんですけど、まあ、その方から直接 DM が来て一緒に来ることになりましたお誘いしちゃいました、はい、ちょっと明るくなってから紹介をしたいと思います。今日はこの間動画ちょっと上がってたと思うんですけど、対決したじゃないですか、ショタだけ釣ったと、うんいうことで、ちょっと自分もやっちゃいましたすぐ影響されるから、ね、だってこの間ショタだけ釣るからこれなんでしょと、これが原因なんでしょ。まあエギもそうっすけど、ここっすよね、ここ。いやいや、エギでしょ、エギに操作されてる人間でしょ。ああ、俺が俺の方がということで買ってきました。今日操作してもらおうかなと思って、ここでね、チョカの差を見せつけてあげようかなと。ああ、そうね、同じ駅、同じワイルドチェイス、エスクマニのワイルドチェイスと、ウェーブハンター、うん、はい、ちょっと今日ね、打つとこシャロー気味なとこもあるんで、まあまあまあ、ウェーブハンターもいいかなと思ってやっていきたいと思います。それでは勝手にスタートですね。ワイルドチェイス、ワイルドチェイスってのがノーマルですね。ワイルドチェイスね、ノーマル、紙もっこりバナナ、紙もっこりバナナ。潮止まりなのかもね、今ちょっとやってみて、ダメなら一回竿を置こうかなって感じです ね。イカがのスイッチが入る前にちょっと擦れちゃっても困るんで、最近ですね、ちょっと PE を03に変えたんですよ、03強度の方を。ちょっとこんなもんなのか試していきたいな。 PE03 まだ今投げ始めなんであれですけど、滑走時のやっぱガイドへのズレはすごい感じないですね、わかんないですね。もう完全朝まずめっすね。あっちの方はほらこんな感じで釣っちゃうよ、海。こっちが深くて、でこっちが浅いんで、まあ今斜めに入れたんで駆け上がりが絶対あるでしょ。そこをちょっと今丁寧に探っていこうかなと思っております。これは釣れるでしょう。まだ紹介もできてないのにそんな早く釣るなんて。はい、皆さん、リルラーさんのナリさんです。よろしくお願いします。ナリです。すいません、司令塔釣っちゃいました。いや、司令塔ほんと、いや、いいサイズっす。初めて入るポイントだったんで、あ、出上がりかどうかちょっと分かんなかったんですけど、ヒットエギはエギ王軍艦グリーンのシャローですね。3号のシャローです。3号、はい、ポールを遅くしようかな。なるほど、おめでとうございます。あざます、よかった必須のリルラーナリさんです。この潮の、土管からの上げ始めの一発目の潮の動きでしっかり取ってますね。マジ、いや結構言葉なくな男だろう。夜は夜っていうか、まあ日が出るまで無でしたけどね。これからね、お、イカやん。ヒーツ、はい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 、イカなんかな、なんか違う気がする。イカです。チェイス、おはよう、イカちゃん。朝日がいい感じでえ、結構深くない、こっちは深い深い剣がね、沈めようかなと思ったら、もうホール中に台取ったっす。へえ、ありがとうございます。ありがとうございます。またやったんすか、ナリさん。またですか
お、待って、でかい。でかい、でかい、でかい。あざます。よいしょ。でかい。あざます。でかい。いや、シャローに入ってきてるかなと思って、ドンピシャっすね。ずっとこっちで粘ってましたもんね。テトラ隊のあたりに入ってるかなと思って、はい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 、はい、ひたすら打ち取ったら叩いてくれた。いや、マジ4日サイズっす、これ。ありがとうございます。キロありそうっすね。ありそうっすね。測りましょう、測りましょう。それでは減量の方を。ゼロになってますね。ゼロですね。ゼロです。はい、先見ていいっすよ。はい、ドゥドゥン。エギ分引いて、ちょうどキロ。おぉ、キロ。イエーイ。ありがとうございます。ナイスです。これはやばい。今季2度目のキロアップですね。お、いいっすね。でかいもん、だって太っとるもん、めちゃめちゃ。しかも、リルレさんの動画で結果残せるとは。本当、先にやられたっす。いや、嬉しい。いやマジこれはお見事っす。初ポイントで、こんだけ立ち回れるのマジで無敵っすね。いや嬉しかですね。シャローエリア結構得意になったかもしれない。もう歌いましょう。もうシャロー得意って歌いましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。ポイントを移動してきて、うん、そうですね、まあ、向こうで朝まずめで終わるつもりだったんですけど、フーミンが連れてない、うん、そう、こっからよ。フミオ特化型で、うん、特化型でやっていきますので、ちょっと教えてくれん。そういえばワイルドチェイスの使い方。はい、どうぞ。そっち、もうちょっと右の方が良かったな。そこ潮目ちょっと出とるやん。潮目ですよ、大事なの。結構でも自分がイメージしてるのは結構メリハリ、ダートがめっちゃ綺麗なんですよ。ダートはめちゃめちゃ綺麗なんですよ。でしゃくった後にホールをテンションホールでゆっくり見せてやって、まあそれで強弱をつけていくみたいな。ゆっくり跳ね上げさせる時もあれば、速いピッチで跳ね上げさせる時もあってみたいな。なるほど。でそれをテンションホールでゆっくり見せてやる。冷やしたジャークでドンッ、吐くとやろうな、どうせ。あじゃまし、フットゲージですね。吐くとピンク、吐くとピンクでした。どんとこから、ピッチの強弱ですね。ピッチの強弱でタップジャーク入れたりとかですね、ワンピッチのちょっと早巻きをしたりとかで活性が上がって、そこからのホール中に抱いてきた感じだったですね。ふみお先生が投げてたとこっすよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとちょっとちょっと、あ、俺あんたはもう動画に出る資格もない。変わりましょうか。変わりましょう。ふみチェンジでな。チェンジ。キロアップやりました。いや、マジお見事です。リルラーさんのナリさんっす、うん、お見事でした。いや、お見事でした。乾杯です、うん、自分の分まで吸ってもろて。で、当たりは何回買ったんですけどね。ぜひ今後も、はい、一緒にお願いします、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。負けっぱなし、負けっぱなしじゃ、うん、そうね、ダメなんで、ちょっとね、はい、ポンコツ2人、これから頑張っていきます。はい、頑張ります。リスナーさんともね、一緒に、まあ、メッセージとかくださったら調校行きたいなと思ってますんで、はい、まあ、これからもコメントの方どしどしよろしくお願いします。お願いします、はい、まあ、よかったなと思ってくださった方はチャンネル登録、はい、高評価、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、そういえば、ナリさんヘビーユーザーっすけど、あの、ベルマーク押してないでしょ。そこ最後に使えた。確かに。